せんだ私はグッズを。それはね本当に資源の無駄遣いだよ。今日はですね、グッズの目玉商品のご相談をさせていただきたく。冬のコンサートの？そうです。楽しみにしてんだ私はグッズを。今回あのグッズの目玉商品としてロマンスの神様イラスト T シャツを作りたいんですよ。ロマンスの神様の、どういうこと？まだ誰も見たことないロマンスの神様をイラスト化した T シャツです。よく考えるよね。欲しい。でそのイラストなんですけど、いや、ちょっと待って、超待って、広瀬さん、ちょっと待って、ちょっと待って、広瀬さんに書いていただきたいです。いや、ちょっと、広瀬香美の YouTube チャンネル。だって私があのイラスト描けないこと知ってると思うもん。書いたことないことはないけれども、これは、無理なんだわ。無理っていうことなんだわ。いつも最近いろんなことにチャレンジされているので、ロマンスの神様のイラストにもチャレンジしていただいて、お願いします。よし、OK。 ロマンスの神様、はい、できれば前日に言っといてほしかった。はい、すいません、次回からそうします。ロマンスの神様、よし、今頭の中に曲流れてますか？神様がいるからこれちょっとグッズ化なっちゃうかもしれない。どうしよう、未だかつてないの。すごいいい出来です。広瀬香美のロマンスの神様、じゃん、可愛くない？かわいいです。今の声採用されちゃうじゃん。いけないんだよ。見事に描かけてない？描けてない。私これはもうロマンスの神様どうもありがとう、この方にありがとうっていつも言われてます。そう、この人がロマンスの神様。これ経典だよ、経典。みんななんか分かんないけど、こう聖書みたいな経典がここにちゃんとあって、はい、なんか神様ってちょっとひげとか生えてない？あ、それ歯じゃないんですね。おひげが生えてて、なんかこうちょっと最後にこうなんか分かんないけど象徴 の十字架みたいな、なんか分かんないけど、なんかそのいろいろこうあってさ、常に人民をね見守っている、人民のことを思ってる、思って生きてる人。もうこれ以上できないね。これ以上ない。ちょっとこれだと目玉商品化するのは難しいかなと思っています。まあね、ほら面白くないじゃない。すいません、今日ちょっとあのご相談が急すぎたので、あのイラストレーターの先生をお呼びさせていただいております。すいません。あ、ロマンスの神様を描いてくれる先生？本当に？しかもその先生は広瀬さんが以前この方のイラストが好きとおっしゃっていただいた先生をお呼びしてるんです。これ見せないとこ先生にね。そしたら先生に、だってこれ大丈夫、先生がねこれに引きずられると思うよ。お会いできるの嬉しい。いいねボタン押して。それでは広瀬さん、はい、本日のイラストレーターの先生をご紹介させていただきます。はい、永山圭さんです。よろしくお願いします。永山先生、よろしくお願いいたします。私、永山さんの作品組いっぱい見せていただいたんです。その中でどなたの作品がいいですかって、あ、聞き
聞かれた時に中山さんこれって言ったのが覚えていて、その時の先生ということで今日はお会いできるの楽しみにしてました。私もです。ありがとう。私作のロマンスの神様を書いてくださいというので、書かせていただいたんですね。見てもいいですか？いえ、ぜひ。すいません。いやいや、もう本当にすみません。かわいいねえかわいいそもそも、はい、ロマンスの神様ってご存知ですか？はい、の楽曲 もちろんです。中学生くらいの時にすごい流行ってて、はい、テレビでもいっぱい流れてて、都会のキラキラしたおっさんのイメージで、すごい元気になる曲だなと思って、そこからずっと覚えてます、はい。今聞いてみると、チャンスをつかみたい人が今だみたいな、その瞬間のただのすごい引っ張り上げてくれる歌だなって思いました。元気が出ます。嬉しい。元気が出ます。元気が出ます。すっごく嬉しいです。絶好調。長山さんの思われるロマンスの神様、ちょっと書いて、なんか私にお手本を示していただけるとすごく嬉しいんですけど、可能ですか？もちろんです。すごい。やってみましょう。影響受けます？これ見ながらもらってますか？これには勝てないです。できてきましたね。すごい。ちょっとご説明願えますか？すごい。皆さんどう？例えばなんですけど、この2人は他人で会ったこともなくて、うん、彼か彼女かわからないんですけど、はい、こうスケボーに乗ってただすれ違っただけの瞬間なんですけど、はい、2人とも音楽聴いてて、うん、この人はちょっと多分 Bluetooth ヘッドホンで聴いてて、うん、この人はポータブルカセットプレイヤーでイヤホンで聴いてて、はい、ちょっと気になるな、うん、何か気になって惹かれたような、うん、そのロマンスが始まるのか始まらないのかっていう瞬間を表現してみました。なるほどね、はい、イマジネーションだな。すごいですね。ちょっと始まりそうですもんね。始まりそうです。始まりそうです。そうか、ロマンスの神様って言って神様は描かなくてもいいんだもんね。ロマンスの神様がなんかこう見えないところにいて、この子たちにね、おまじないかをかけて、はい、なんか芽生えさせるかもしれないっていう瞬間でもいいんだもんね。ロマンスの神様を描いてくださいって言ったら、こういう描き方も確かに。長山さんのイラスト見たときに、なんかパステルカラーでとっても元気になって、あれすごいですね。ありがとうございます。こう雰囲気から元気をいただくと嬉しい、嬉しいの。ちょっと実際に広瀬さんの制作現場から内緒で撮ってきたんですけど、ありがとうございます。嬉しい。そうなの、長山さんの作品ですよね。日々これでコーヒー飲む。嬉しい。素敵です。大好き。嬉しいです。長山さん、ロマンスの神様を聞いて、ロマンスの神様を描いてくださいっていうのを本格的にちょっとやっていただきたいんですけど、これから完成させてくださってもいいし、お任せしますので正式にお引き受け願えますか？もちろんです。本当に楽しみじゃない？楽しみです。楽しみです。はい。すごっ。先ほどの広瀬さんが買いたいは僕個人的にじゃあいただいて T シャツにしていいですか？長山さんも。ダメです。ダメです。それはもう本当封印です。この物語一
じゃないですか。いいですね。好き、うん、すごい。出会うか出会わないか、この二人がどうなるんだ、ロマンスの神様っていうピカーみたいな感じ。長山さん、今日はありがとうございました。広瀬香美の YouTube チャンネル。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。絵描くのって大変です。いやすごいね、プロって。もうそれいりました。ということでみんなもぜひ描いてみてください。私を笑かしてください。ハッシュタグロマンスの神様描いてみた、ハッシュタグロマンスの神様描いてみたをつけてツイッターやインスタに投稿してみてください。私見に行きますから、みんなのロマンスの神様を楽しみにしています。